森の奥でアルパパのクラクラ実況。はい、どうもアルパパです、今日はですね、こちらのクラン戦からねお送りさせていただこうと思います。はい、いやー、これね、無敵艦隊さん、本当にありがとうございました。本当にね、まあ、厳しい戦いだったんだけど、なんとかね、これうちがね、最後の方ですか、ダダダッとなんかクラメンさん頑張ってくれまして、はい、なんとかね勝利することができたということでございます。はい、はい、私のね先生こちら、なんやこれ、なんやこれ、星1ってボナウマンじゃないですかこれ。ほんとね、今回ねダメだった。しかし、クラメンさんが頑張ってくれて、タウンホール10以下かなは全部全開を取ることができたと。うん。あと、さらに言えば、この5番と、1番、こちらナポレオンさん、5番がてっちりさんをね、全開できたと。これが非常にね、大きな勝ちの要因だったんじゃないかなと思います。はい。で、今日はですね、まあ、今日から3日間連続でリプレイを出させていただくんですけれども、今日ご紹介する商品は、みたいになってますけども、リプレイはですね、こちらの赤鬼丸さんのリプレイでございます。こちら14番、タピさんをですね、攻撃したリプレイでございます。こちらご覧ください。はい。まあ、穴掘りデッキなんですけれども、穴掘りデッキって言った、穴掘り編成なんですけれども、まあ、このようにガーゴイルでサイドカットをしつつ、くじ面からアーチャクイを流していくような状況でご紹介と。うん。不意ですね。うん。穴掘りデッキ言うたな、俺。ついに頭がなんかクラロワノになってきたな。さあ、こういう感じで、まあ、こういう感じでね、ガーゴイルでサイドカットしつつ、こう、いい感じにグイグイ行くんですよ。で、レイジ離しつつ、こう、クロスボートあれを処理していくと。さあ、これ、クイヒーも一緒に処理できるかな、これ。さあ、これね、本当にこの人、うめえなって、ちょっと思ったので、今回でもね、紹介させていただくんですけれども。まあ、見ててください。これ、ジャイアントでターゲット取って、フォグライダーで援軍、まあ、釣りですね。まあ、これはまあまあ、じゃないですか。うん。まあ、ポイズンで処理。まあ。まあやるでしょう、ポイズンでっていうね、こうね、思うじゃないですか。まあ、こっからですね、バーバリアンキングでターゲットを取って、そっから穴掘り師をね、この12時面からでーっと面でいくんですよ。うん。もうね、なんだろう、いい動線ができてますよね、かなり。さあ、ここでフリーズをかけつつ、アチャクイ頑張る。さあ、レイジ使って、あと残りはフリーズじゃねえ、レイジじゃない、ヒールが2個だけですね。さあ、ここでインフェルノタワーを、クイヒーで破壊して、これちょっともう、アチャクイピンチってなんですけども、ここですよ。これアチャクイがね、このね、クランの城を今殴るんです。ちょっと今こう頑張ってるんです、無理しようね。アチャクイはクランの城を殴り終わったタイミングで、このウォールウェイカー出すんですね、これ。これを出したことによって、アチャクイが、こう戻るんですよ、この穴開いたところに。いや、これすごいですよね。このアチャクイの動線を変えることによって、このクロスボウ2機からの、タゲを反らすことによって、この、アチャクイ死なない。これね、もう、なんだろう。向こうから今ね、事件ですよ、これも。そして、穴掘り者も、いかんせん、ぐいぐい行ってますからね。いやー、このね、なんだろうな、このウォールベイカー3体の動き。いや、非常になんだろうな。これ、わざとというか、意図してやってるんだとしたら、いや、ちょっとこれは、チート。ね、うちのクラメン、もう、ガチってんなとかちょっと最近思って、なんか喉詰まったよ。なんか最近さ、うちのクラメンやばいっすよね。こんな感じで。なんかね、上手い人多いので、まあもうね、こう、タウンホール10もね、タウンホール11の方もかなり勉強できるクランだと思います。はい。よかったら皆さん入ってみてください。はい、というわけでですね、今日は、タウンホール10のですね、なんと赤鬼丸さんの、ディガーラッシュのお送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。